番組の途中ですが、ここでカチのあの方にインタビューを取ったので、えー、その様子をお聞きくださいえっ。なんで怖かったんですか。そうです、僕オリンピックです。えっなんでわかったの。だってね、僕いじですかこの前言って、なんでみんなオリンピックのことにそんなムッキーになるんですか。だってなんかで上限一万とか十万あ二万とか、かそれきりがいい、受信法の数字って何の根拠もないに決まってるんじゃないですか。これが一万一千五百五十五だったなんか意味があるのかなとかね。 1>, えっと、1万9,863だったら何か意味があるのかな計算したのかなと思うけど1万とか2万ってその受信法でキーがいいんでなんか組織委員会がいやこれぐらいに抑えておけば世論の批判がねえだろうってそういう世論の批判って言いますけど批判してるのはなんかアスリート本人とか関係者じゃなくて一般の方々だとかねアスリートとか引退した人とかだから今回競技しない人ばっかり批判してんなんでそんなオリンピックのことみんなそんな何なんでもいいよそれだったら言っちゃうよ日本政府とかね組織委員会はねオリンピック誘致する時にピ 中継が切れました。オリンピックは何を言いたかったんでしょうか。ミオオリンピック、東京2020プラス1。